どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっと緊急にですね、ちょっとベトナムホーチミンの、モジャ君と、皆さんにとって初めての登場に、お披露目というか登場になる金松さん、今日はベトナムのホーチミンから登場していただいております。一応私の方からちょっと紹介させていただくと、金松さん、ちょっと手を挙げてください。金松さん、はい。はい。金松さんはですね、Gラボの、工場の、もう、なんていうかな、もじゃくんは工場の中で工場長として、こう、全部司ってるんですけど、金松さんのはで、ね、そのさらに上のところで、こう、いろいろ管理だとか、他にもね、いろいろ事業やっているんですけど、全体的なところを、こう、日本との一番、中心のパイプ役ということで、Gラボ代表の上田さんとかと一緒に、こう、プロジェクトを進めているという立場の方なんですけど、ちょっとね、今日急遽っていうのはね、ロックダウンがちょっと何モードが上がったって感じで、レベルが上がったってことでいいんですかね。そうですね。さらに規制が厳しくなったということですね。なんか今現状をちょっとさっとこう教えていただけると嬉しいんですけど。はい。現状でも、実際、必要な時以外は外出は禁止ではあるんですよ。なんですけど、今現状ね、そうですね。工場の、勤務しているスタッフは、その出勤、通勤の許可証っていうのを会社で発行して、検問を通ってきてるっていう形なんですね。うんうん、なんですけど、明日から、工場の方に寝泊まりする。しかも、その感染対策を万全にした上で、しないと、で、その上で、公安の方で許可を得ないと、稼働ができないっていう状況になってしまうと。それがまた、ね、日本とちょっと違うのは、公安っていうか、そのね、社会主義国とかそういうのもあって、ちょっとね、本当に強いんですよね、そういう公安の方たちがね。そうですね、はい。そうなんで、その辺がちょっと日本の感覚とちょっと違くって、本当にそういう意味で本当に危険な状態になってるんじゃないかなと思って、僕ちょっとさっき今その話を聞いて、すぐさま、ツイッターでホーチミンっていろいろ見たら、もう今すでに食べ物がスーパーからなくなってるとか、もう行列だとか言っても、明日からですか、そのロックダウンは。もうすでに9日から15日から23日までのロックダウンがもうスタートしてるんですけど、さらに明日から厳しくなると。なるほど、もうしてるんだけど、はい、さらにこうやっぱフェーズが深まったってことなんだね。そうです。はい、で、今、もじゃくんがいるところは工場。はい、そうです。だけど、もう明日から、工場を稼働ストップ。つまり、そういうことは、それが一応開けるのが現段階だと、今の段階で予定されているそのベトナムのロックダウンは、7月の23日までっていうことですよね。そうですね、今の予定で。ということは、あと、今日は日本では7月14日だから9日間ぐらい、あるんですけど、その間まではもうちょっと、にっちもさっちもいかない状況になっているということかな。そうですね。はい、ことはもう、もうぶっちゃけ言っちゃうと、今、オーダーいただいている方、もしかしてその1週間ちょっとぐらいの遅延になっちゃう可能性もあるってことに、なるのかなということですよね。そうですね、はい。そうか、そうか。皆さん、このガズのわがままウクレレとか、セミオーダー、ご注文いただいている方、いつもね、ありがとうございます。その中でも言ってるんですけど、やっぱこのコロナの状況下で、こういうことちょっと起こるんで、今回、何か起こるたんびにね、もじゃくんはじめ、ちょっとシェアをしていきたいなと思っているところに、本当にいきなりこんな話になったんですけど、なんで、今日のところは、一応そういうことが、ロックダウン中なんだけど、もう一個深い層まで行っちゃったっていうことで、一応でもね、何もなければ23にだんだん解除されていくっていうのは、それをちょっとこう希望的観測として持っていくしかないからね。金本さん、どんなふうにこの読んでますかね、この先の。正直、その今の現状では23に終わるかどうかわからないなとは思ってます。なんでちょっと、このちょっと、ベトナムとつなぐ、ガズとベトナムを使う、つなぐこの YouTube というか、Zoom のね、シェアもちょっと引き続きまめにやっていこうとは思うんですけれども、そうは言ってもね、お待ちくださってる方もいらっしゃるんで、いろいろ、やっぱ情報共有だけは、最低限させていただこうかなということで、あと、お二人の健康ももちろん、ご家族もいることだし、食事の確保とかも、そういうのすごい心配しちゃうんだけど、日本でもちょっと大変でロックダウンになった時とか、すごく食べ物とか、スーパーからなくなったから、なんかね、今ね、ツイッター見てても相当なんかそう心配されてた。
心配だなっていうはなってて、ベトナムだけじゃないかもしれないですけどね、東南アジアの方で結構今また猛威を振るってるってことなんで、うん、まあそんな風にのんきに言ってる日本だってまだね、ちょっとやっぱ全然予断を許さない状況なんで、まあ引き続きちょっとお互いちょっとね、ほんと手洗いうがい、ガズレレやって免疫力アップもお願いしますね。はい。ということで今日はね、初めての登場の金本さんもちょっと登場していただいて、まあもうちょっとこのベトナム全体的なこともまた機会聞ければなというふうに思いました。まあ、金本さんはもうベトナムに住んで何年でしたっけ？ホーチミンですね。11年。すごいです。もう奥様がね、ベトナムの方でいらっしゃるんで、はい、もう本当にもうベトナムのもうこときホーチミンのもうベテランで今いらっしゃってくれるんで、多分初めてでしょ、そんな十何年いて。そうですね、こんな状況は初めてですね。いやー、だからもうちょっと本当に収まってもらいたいなと思うんですけど、まあ今日急遽ね、そういうわけで3人でこうミーティングして皆さんにシェアしようということでやったんですけど、またちょっとね、ちょっと、定期的というか何か動きが起き次第またこれやっていきたいと思いますので、またちょっとね、皆さんもちょっとご注目いただければというふうに思います。そして、重ね重ねですけど、今ご注文いただいている方はもしかしてそういう可能性出てきてるんですけど、ちゃんとこういうふうに現状報告とこうレポートしていきますので、よろしくお願いしますということに、なりますね。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら、皆さんもちょっと本当今日ね、今日からちょっと一日整理してもらって、明日からそのロックダウンということなんで、またいろいろ気をつけて、よろしく、スタッフの方にもよろしくお伝えください。はい、はい、なんかありますか、最後に一言ずつお願いします。本当にもうできるだけ納期の遅れとか、お客様に迷惑かかるようなことはもう最低限に、しようということで、まあ、努力をしてますので、まあ、致し方ないところも、まあ、あるかと思いますけど、全力で引き続きやっていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に。はい。じゃあ、金本さん、お願いします。はい。遅れて待っていただいているお客さんに申し訳ないんですけれども、現状をなんとかもっといい方向に持っていけるように、状況とかも、随時チェックしつつ、動けること動いていきますんで、はい、すいません、よろしくお願いいたします。本当スタッフのみんなの食料の確保とかもね、そういうのもやっぱり大事になるのかもしれない、いずれね。はい。はい。今日は本当に突然ちょっとね、みんなに集まってもらって、本当にありがとうございました。でもまあ、こういうスピーディーにこう、シェアできるっていうのは結構大切だと思うんで、また次もよろしくお願いします。はい。それじゃあ、健康に気をつけて。ありがとうございました。さようなら。はい。皆さんまたよろしくお願いします。